本日は最終講義というこういう機会を設けてくださいまして本当にありがとうございます。それからまた遠方からわざわざこの講義のために来てくださった方もおられまして大変恐縮しております。私は長年ですね、全学共通科目の授業は担当してましたけれども、理学部で学部の講義をやったのは唯一ですね、昨年度かな、リレー講義を担当しただけで、それ以外では理学部で講義した経験はありませんので、今日が最初にして最後の講義ということになります。で、今日のタイトルですけれども、ちょっと少し硬いタイトルになってしまいました。しかし実際は、私がこの節道論的量子色力学の分野で実際に関わってきた話を中心にですねお話したい。でしかもその非常に主観的な話になりますので、その点はご容赦願います。でこれは皆さんよくご存知なことだと思いますけれども、自然界には4つの基本的な相互作用がありまして、強い相互作用、それから弱い相互作用、電磁気的相互作用、そして重力相互作用ということなんですけれども、このうちですね、強い力、それから弱電磁気力、この3つの相互作用に関しては標準模型があります。で、弱電磁気力に関しましてはグラシオ・ワインバーグ・サラム理論、SU2 クロス U1 のゲージ論というのがあって、これはフレーバー物理に関してはこちらの方が通常考えられる。それで強い相互作用に関しては、これは今日の話の次第ですけど量子色力学と、クアンタムクロモダイナミクス SU3 のカラーをゲージ化した理論ですね。これが基礎理論になっております。で、その特徴はですね、ここに書きましたようにアシンプルフリーダム、全近的重性、これ後で説明しますけれども、この性質があるおかげで、繰り込み群で改良された節道論というのが使えると。だから結合、有効結合乗数というのを持ち込んで、それの節道展開というのができると。今日の話のタイトルの展開というのはこの節道展開の意味も含めて展開という言葉を使いました。それで内容としては、先ほど言いましたように量子色力学の節道論的な手法、これの私が実際に関わってきた研究を中心に非常に主観的な話になりますので、その点ご了承願います。で、だけれどもその前にですね、今日は最終講義ということですから、その前に私のこれまでの略歴をちょっとお見せしたい。それで先日一体自分は京都大学にどれだけ在籍したのかちょっと勘定してみたんですが、私が入学したのは1966年、昭和41年ですね。で、昭和50年に大学院を終えました。で、その後4ヶ月ぐらい学診をやって、それで危険の助手になって、81年まで危険の助手、だからこの間で学部入学から危険の助手まで結局15年ですね。それからその後ですね、後で言いますけど東京大学の理学部の助手に5年間いまして、それで87年に教養部に戻ってきて、教養部のに着任したのは87年で、で今年2012年に、定年退職と。で、ここは25年ですね。だから15足す25で40年ということになります。で、先ほど言いましたようにこの期間80年から81年、この海外に行ってた時期が2年間あります。で、その時期京都を離れていました。それから先ほど言いましたように東大の理学部に82年から87年、5年間お世話になりました。というわけで、いずれにしても京大の40年というのは私の人生の大半をここで過ごした
ということになります。それでもうちょっとですね、詳しくお話したい。大学院の入学から危険の女子時代、1970年から81年なんです。先ほど言いましたように、1970年3月に、理学部の物理学科を卒業しました。まあ、そして、4月に修士課程物理学第二教室のソリューション研究室に入学したんですが、当時はご存知のように大学紛争盛んなるし頃で、この前年の秋の大学院の入試というのは非常に異例なものでありまして、学内で入学試験を行えなかったんです。それで外で、二手に分かれて実際試験を受けました。でどういうことがあったかというと、試験の前日にこの番号に電話しろって言われて、そこに電話するんですよね。そしたら翌日の翌朝の集合場所っていうのを電話で教えられるんですよ。でその集合場所に行ってみたらですね、集合場所っていうのはあんまり記憶は確かないんですが、東本願寺か二条城かどっちかの前 でそこに行くとバスが待ってるんです。でバスに乗せられて、それで名神高速を通ってどこ行くのかなと思ったら、山崎のお寺で、お寺の中でそれこそ和室で座卓を囲んで試験を受けました。すごい経験です。隣の答案なんかもう丸見えなんですけど、まあそれにしては内容は非常に充実してて、ディラックのモノポールの論文を読んで、それで以下の問いに答えようっていう非常に高度な試験でした。まあそれで運よくなんとか入れまして、まあそういうことがありました。まあそれがまあその我々の世代のまあ一つのなんていうんですかね、尊い経験というか、そうですね。それでこの年のですね、5月に、名古屋から増川さんが助手で京大に来られました。それで71年、その次の年の、これ何月か忘れましたけど、武田さんが危険助教授で転出されました。それで72年になって、私は博士課程に進学しまして、4月に小林誠さんが名古屋から助手でやっぱり来られた。12月に、松田さんが講師で、これはなんかセヌンでしたっけから帰ってくる。で75年の3月に博士課程を終了して、それで4ヶ月間学診を物理第二教室でやりました。この時は研究場所を変えないで物理第二教室、ね、で、75年の8月に危険の助手と、で81年の12月までです。でこの間ですね、80年の5月から、実際に海外に出たのは多分80年の2月の末だったと思うんですけれども、僕はフンボルトの奨学金をもらっていきましたので、最初ドイツ語2ヶ月ゲーテインスで勉強して、そして5月からデイジーに行って、翌年の4月までデイジーにいました。デイジーにいましたと言っても、実際はそのうち3ヶ月ぐらいはよそで出てましたけれども、セルンに1ヶ月行って、それからラザフォードにも1ヶ月足らず行って、オルセイにも行きましたね。いろんなとこ行って、で帰ってきたらデイジーのボスが、お前はなんかあまりデイジーにちゃんといなかったっていう文句言われましたけど、まあ、フンボルトで雇われたんで、お金はデイジーが出てなかったんで、まあ、大きな顔をしてましたけど。それで、その翌年の5月からフェルミラブの研究員ということで、これは12月まで、フェルミラブの研究員、そして、1月から東大理学部、これは江口研の助手という形で転出しました。これが大学院の入学から危険の助手時代ということですね。で当時、理学部だから第二教室の素粒子の研究室のスタッフですけれども、まあ、これ大体アバウトに70年か4年ぐらいの当時ですが、教授が増田先生、田中先生、助教授が宗像先生、で講師が松田さん、それから助手が坂東さん、増川さん、小林さん、すごいその若手のスタッフの充実度っていうのはすごいと
これ見て思われると思うんですが、であとその大学院の先輩ですね、あるいは後輩、あれ同級生、これまあちょっと書いてみました。で1年上が非常に元気がよくて、三重川さんってこれ大阪市大に出られました。それから中島さんは現在も宇都宮大学ですね。小西さんはピサ、イタリアの今ピサ大学にいます。それから同級生は東島君、これが阪大にいます。今阪大で副学長です。山脇君っていうのが名古屋です。彼は KMI の、副機構長かな。富松、これは名古屋の宇宙論ですね。これは同級生です。1年後輩が久保さん。いないな。それから2年後輩が佐々木健、それから伊藤圭一。佐々木さんは横浜国大、伊藤圭一さんはこれ摂南大ですね。で数学で非常勤で京大によく来てる。4年後輩が小平さん、亡くなられましたけども小平さん、それから日置さん、今徳島大におられます。まあこういうことです。でちょっとこう写真を見せます。で以下で写真をいくつか見せますけども、本当は皆さん今日来られそうな方が全部入れたかったんですけども、ちょっと時間的に余裕がなかったのと、なんかその自分が写ってないと思って決して気を悪くなさらないでください。でこれが京大の大学1回生の時の写真で、これボケてますけど理学部に組って言って、結構有名人がいまして、ここに米本翔平って、この人はなんか生命倫理とか科学史とかですよね。それから北村秀夫って、理化学研究所の何だったかな、放射光かな。それからまあ原田健一ってこれ造形芸術大おられない、小畑さんおられないな、地質かなんかやって地質工学ですね。それでこれは藤木君って阪大います。まあ何人かで私はここにいるんですけど、ボケて見えないです。これは旧教養部で、本当に教養部の正門のところの近くで、ここは大きなクスノキがありました。今はどうなってるかちょっとあんまりよく分かんないですが、時計台の感じは今も昔も変わらないですね。でこの写真をご覧ください。これはですね、これ物理学科素粒子論ゼミナール、これ70年の多分3月頃の写真だと思うんですけど、これは学生が自主的に作った卒業アルバムでして、ここに私がいます。あ、それで私のこれ以後いつか出てきますけど、この体型の変化、これに注目して、あんまり変わってない人もいますけどね。これは東島君、今阪大の副学長で、これが山脇君、この3人が素粒子です。あ、違います、これは4回生だからまだ大学に入ってないので、素粒子のゼミナールということで、これ町田先生、田中先生がおられて、山脇氏で、それで富松さん、ここに木伏さん、これあとで天体学に2人行きましたね。その他ちょっと今すぐに言えないので、まあこういう人たち。だから我々が理学部の、学科生が残ってた最後の学年です。あ、これはもうさっき言いました。で、ソリューション研究室の中で撮った写真、それからソリューションの研究室の合宿での写真をちょっと4枚ぐらい見せます。これはよく小林益官ノーベル賞、あとよく見られたと思うんですが、これは僕オリジナルの写真も持ってまして、これ KEK のホームページにこんな写真があります。これ益官さんおられて、それで小林さんで、坂東さんここにおられますね。それで、ここに中島さん、1年上の中島、今宇都宮の中島さん、それから山脇君、それから伊藤圭一、でここに僕がいるんですが、これみんなこれ見せたら嘘だって言うんですね。絶対ありえない。だけどよく見てもらうと、ここにほくろがありますよね、額に。だから、あ、ほくろありますね。見えますか。
だから間違いない少しは役に立つこともあるなという。でこれがですね、合宿で福井県の三方五湖っていうところに行って、まあ、泊まりがけで行ったんですが、ここに湖が見えます。ここはこれ東美馬君で、これは僕で、小林誠さん、それから中島さんで、これは小林さんがこの合宿でレクチャーしてられる、こういうなんか和室でこんな移動式の黒板を持っていて、ここでレクチャーしてる。これ坂東さんがいて、これ僕はここにいます。でこの写真がちょっと面白い。これはですね、この人誰だと思いますか。この人誰か分かる人います？分からない。これ久保さんですね。これ僕と腕相撲して僕が負けたところまあこういう写真がいくつか、まあ、他にもあるんですが、ちょっとあんまりそればっかりやってると肝心の物理の内容に入らない。もうこれ30分経ちました。あ、違うな、20分ですね、まだ。はい、よかった。それでいよいよ物理の内容に入りますね。70年代は私は大学院の頃から、まあ、危険の受賞の初めぐらい、成り立てぐらいまでは、高エネルギーの現象論ということで、多重発生とかですね、それからラージ PT といって、ハドラン・ハドロン・コリジョンで非常に大きな横運動量が出てくる、横運動量を持った粒子が飛び出してくる現象、こういうのを中心に研究してました。で、1970年代、まあ、セルンの実験、 ISR の実験で、こういうラージ PT という現象が見つかったと。でこれは皆さんよくご存じのように、もともとは原子の構造っていうのはやっぱり粒子をその標的にぶつつけて、でそれの散乱の様子を見て構造が分かるという。でラズフォード散乱実験、1911年、まあ、この、ね、年号はちょっとあんまり発揮しないですが、ラジウムから出てきた、アルファ粒子を、金のこう薄膜にぶつけて、でそれで大角度散乱が起こるということを見つけたわけですね。でこれはまさにこの図がありますが、ここに中心に重い、プラスを持った原子核があるということで、こういう大角度散乱が起こるということが分かったわけですね。だからこれとちょうど類似してまして、ハドロンの構造を調べるのに高エネルギーで大きな運動量 の一個トランスファーを伴ったハドロンの衝突過程の現象の実験をやろう。でこういう実験がだからセルンの ISR で行われました。だから PP で例えばパイゼロを捕まえるとか、そういう話パイゼロエニシングってやつですね。でこれはまさにいわばハドロンをプローブとしたハドロンの構造、こういう、A と B というハドロンがぶつかって、ここでなんか非常にハードな散乱が起こって、それでこのハードな散乱の結果、ここに大きなトランスバースモメンタムを持った粒子が飛び出してくると、こういう現象です。でこれはそのラージ P の振る舞い、クロスセクションの振る舞いがですね、この運動量 PT の逆べきで振る舞うと。で普通レジェとか、あるいはデュアルレゾナンスモデル、こういうもので考えると、クロスセクションでは必ず運動量、トランスバースモメント PT の指数関数で振る舞うので、まあ、こういうプロットしますと、この直線でこうダンプしてしまうはずなのに、実験やってみたらこれ指数関数じゃなくてべきで、逆べきでこう落ちるような現象です。でこれはまさしくですね、ハドロンの内部にそのポイントライクな構成要素が存在している兆候である、証拠であるというような解釈がなされました。ちょうど、トリスタンのワークショップがこの70年代の KEK でありまして、これ唯一僕小林誠さんとの共著論文というのがありまして、誠小林、これはだからこのプロシーディングしかないんですけれども、こういう計算を実際にやってみて、どういうトリスタンでどれぐらいのクロスセクションが出てくるのかっていうのを調べました。でもっと直接的にハドロンの構造を見ようと思ったら、さっき言ったハドロンをプローブとしたハドロンのことじゃなくて、レプトンをプローブとしたハドロンのこと、まあ電子あるいはミューオンといったものですが、で実際に60年代後半に、電子核子散乱というのはスラック MIT の実験で行われて、入射電子をですね、核子にぶつけて、でここで大きなモメンタムトランスファーを与えると、そうするとこれのハドロンがバーッと
非断性散乱を起こしてこれハドロンがいっぱい出てくるんですが、この時のクロスセクションを調べて、そこからそのハドロンの構造を調べようと。でモメンタルトランスファーが Q だと、まあ、こうマイナス Q スケア Q 大文字の Q スケアとしますと、この Q が大きければ大きいほど分解能が上がるわけですね。それからこのエネルギーも入射電子とそれから散乱電子のエネルギーの差、これもエネルギートランスファーニューと、だから Q 乗と ν にクロスセクション寄ってくるんです。でところがですね、ブジョルゲンスケーリングというのがありまして、まあ、こういう話は新非断性散乱化で、これ牟田さんのグループで勉強を始めまして、こういうのをやってまして、で各種の構造の研究、実際にブジョルゲンスケーリングというのは、ブジョルゲンはカレントアルジェブラを使って68年にこう、構造関数の間にスケーリングというのがあると。でどういうことかというと、さっきのクロスセクションというのは W1 と W2 という2つの構造関数でクロスセクションが表せるんですが、本来これらの構造関数は2つの変数の関数なんですけれども、ニューとキュースケアを止めてですね、で両者を大きくしてやると、実はその両者の比の X というディメンジョンレスの量で関数が表せると。ニュー W2 は F2 と F2X と、で X のことをこれ無条件変数と言います。それで、パートン的な描像をすると、このパートンがですね、どういう運動量分布を持っているかという関数ですね、X という、まあ、これ0と1の間の数ですが、親の、ニュークリオンに対してどれぐらいのフラクションのモメントを持っているか、それで分布関数が与えられるんですが、その分布関数を与えると、実は F2 というのはこの分布関数で書けるので、スケーリングというのはこれで理解できる。スケーリングはここに書きましたように、クロスセクションが、同じ、こちらに、この横軸はですね X の逆数なんですね。 X を止めて球児をいろいろ変えても一つの曲線に乗るので、これでスケーリングが成り立っていると、まあ、こういうふうに考えられます。でそれは先ほど言ったようにパートン的な解釈というのができて、パートン的解釈というのは、各子の中は、こういうポイントライクな構成要素からなっていると。でレプトンを各種にぶつけると、レプトンとこの中の、ポイントライクな、構成要素とか相互作用して、これが跳ね飛ばされる。でこれを、まあ、パートンと呼ぶと。でこれはほとんどその自由な、粒子として振る舞うので、ここ XP と Q がぶつかるとですね、 XP プラス Q に行くんですが、これがほとんどオンシェルとして計算すると、 XP プラス Q がQ の事情がほとんどゼロということで、 X というのが実は先ほど言った無条件変数でこう表せるということになります。まあ、こういうふうにパートン的な解釈で、実際はですね、実験を詳細に調べますと、スケーリングというのはやっぱり破れていると。X を止めて Q スケアを変えると、本当はスケーリングが成り立ってますと変わらないんですけども、 Q スケアを変えると X が大きいところでは、その分布関数は減少して、 X が小さいところでは増加すると。でこういうのは、スケールインバリアンスが、まあ、破れていて、でこういうのは扱う枠組みとはプリコミ群、まあ、物性理論で臨界現象に応用されたそういうフォーマリズムがあって、でこういうものでこのスケールインの破れというのを考えると。で特にここにコーガット・サスカイヌという論文がありまして、これはまさしくこういうプリコミ群的な見方でこのスケーリングの破れというのを理解しようと。でスケーリングの破れにはまあ2通り考えられると。つまり場の理論でですね、そのプリコミ群的に解析したときに、いわゆるそのカップリングコンスタントのスケールを変化したときに、それがどういうふうに変化するかというのはベータ関数というのを表すんですが、そのベータ関数がカップリングコンスタントに対してこういうふうに、カップリングのコンスタントがノンゼロのところにこういうゼロ点、まあ、を持つ、いわゆるこれフィックストポイントっていうんですが、フィックストポイントセオリー、それからアシメフリーゲージセオリーっていうのはこう原点がそのフィックストポイントになって、この最初のフィックストポイントセオリーの場合はべき的に破れて、これはモーメントを取ってやると、ストラクチャーファンクションのモーメントを取りますと Q 事情のべきで振る舞う。でそのべきのエクスポーネントがアノマラスディメンジョンって異常次元というものであります。で一方アシメフリーセルフが対数的に破れてログ Q スケアのパワーべきで振る舞う、まあ、こういうふうに2通り考えられます、まあ、こういうふうに、場の理論がどういうものかというのを、まあ、検討つけて考える。
でこれはもうちょっと図解してこう考えよう。つまりスケーリングがどうして破れるかっていうと、スケーリング球自上っていうものを変えていったときに分解能が変わるわけですね。で Q1 で見たときに、ポイントライクだと思ってても、それよりも大きな Q2 というスケールで見てやると、この Q1 っていうのが複数、つまり Q2 のレベルのパートの集まりとして記述されると。でこういうふうに振り込みのスケールを、まあ、なんか基本的なものを Q0 乗の、まあ、2の N 乗倍とこうどん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 変えていくと、そうするとどん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 中のレベルのパートが見られると。でもしこれ変化しなければもちろんスケーリングが成り立っているんですけども、これがだからスケーリングが破れているということは、この プローブの、Q を変えていくとどんどん中が見えていく。で実際ですね、こういうふうに考えてやると、このニュークレオンがあって、これはパートンからできてるんだけども、その一つのパートンっていうのは、これあるスケールで Q1 で見たときはこうだけども、それよりもっとエネルギー、モメントの高さを上げてやると、この中下の階層が見える。でこういうふうにして考えますよね。そうするとこちらの左側の図は、これは分布関数のスケーリングの破れを表していると。で逆に今度それがどんどん元に戻っていって、最後ハドロンになると。ハドロンになる、つまりこれはですね、パートンがハドロナイゼーションする関数なんですが、それはここに書きますと崩壊関数、崩壊関数っていう名前をつけます。まあフラグメンテーションファンクションっていうんですが、それのスケーリングの破れをまあ表していると、まあ、これが割と直感的な描像だと思います。でまあこういう直感的な描像に基づいて、発展方程式っていうのを私はこの76年に出しましたが、これがF2 っていうのは、これは実はパートンの分布関数かけるフラクションで、それのこれログ Q スフィアの微分がどう変わるか、そうするとここに何かこういう微積分方程式になりまして、この H っていうのは実はアノマラスディメンジョンの、まあ、モーメント、アノマラスディメンジョンの、を逆メラン変換した時の関数であるというようなことを議論しました。でこの時ですね、もう少し踏み込んでですね、このフィクストポイントセオリーじゃなくて、もう先ほど言ったアシンプトリックゲージセオリーの方を調べればよかったんですが、あ、こっちか、こ、あ、このケースですね、ベータ関数が、だから原点がフィクストポイントなんで、これを調べればよかった。当時なんか二次元の場の理論っていうのが流行ってて、僕はそっちの方に行ってしまって。結局これはできなかった、残念、非常に残念だったんですが、で、ここでまあ QCD が登場します。QCD は、南部先生がこういうカーラーの柔道っていうのを言い出されて、それでフリッチ・ゲルマン、ロイト・ワイラー、あれフリッチ・ゲルマン、ミンコスキーっていうのがあったかもしれない、73年頃ですね、でワインバーグ、それでもちろんこれが、いわゆるコークとグルオンにカラーっていう自由度があって、コークは3色でグルオンは8色であると。でコークとグルオンの間のインタラクションはこういう図でかけて、グルオンは自分自身と相互作用する、まあ、そういう特徴があるおかげでこの全銀的自由性というのが出てくると。これがグロス・ウィルチェック・ポリッツァー、あるいはトゥフーフとも、どっかのコンファレンスでそういうことを言ってたということですが、まあ、グロス・ウィルチェックとポリッツァーがだからノーベル賞をこれでもらったわけですね。でそうするとこういう全金重性を出す、相互作用のラグランジュって何かっていうと、これは QCD ラグランジュ、ここに書きましたけれども、グルオンの場 AμA とそれからコークの場プサイで、これでグルオンのフィールドストレングスを作り、それからコバリアントデリバティブ D で Tμ で定義すると、ラグランジャンはこういうふうにノーフリーパラメータ、まあもちろんここにコークのマスは別ですけれども、ノーフリーパラメータのない理論ですね。でこのまさに第一原理から出発して、まあ、接続論的な QCD だと接続論で計算を実行するということになります。で実際、QCD の場合は距離コーク同士が近づけば近づくほど力が弱くなるし、また離れれば離れるほど力が強くなる。つまり、こちらの距離が伸びるということは運動量が小さくなる、インフラの領域では閉じ込めが起こって、それで運動量が大きいショートディスタンスではカップリングコンスタントがどんどん小さく、全近的自由性、つまり、なんか
エフェクティブなカップリングコンスタントを書くと、これローQ スケアでどんどんダンプしていくと。それからこの αSQ スケアがどんどん小さくなりますから、これで接動展開ができる。でここでラムダっていうスケールパラメータ、つまり QCD のなんかスケールを与えるようなパラメータが出てきますけども、これは最初のラグランジャーの中に入っているのではなくて、繰り込みを通して現れます。ディメンジョナルトランスミューテーションという現象で説明される。でもう一つの QC の特徴はですね、ファクトリゼーション、つまり何か物理量、例えばストラクチャーファンクションでも、あるいはプロセクションそのものでもいいんですが、これ何かその短距離の物理と長距離の物理のまあ合成積で表せる。まあ、これあのモーメントを取ってやると、本当にこの短距離の量とそれから長距離の量の積で表せる。でこちらの短距離のショートディスタンスは接動論で計算できるし、こちらの長距離の物理は非接動論で、まあ何らかの非接動論的なアプローチで計算する。例えばラティスとか、あれなんか、N 分の1展開とか、なんかそういうとにかく非接動的な計算で。でここはだから両者はコンボルーションでこう当てる。あるいはあの特に、レプトンハドロンのディープイラの議論でいきますと、演算子の、プロダクトの展開ということで、これはウィルソン確か言い出した話ですが、電磁カレントの積がショートディスタンスで何か複合演算子スピン N の演算子と それにかかる係数関数の積で、しかもそれのスピン N についての和でこう表せると。でこれを実際にあの先ほどの構造関数で調べてみると、構造関数というのは結局なんかカレントの積の、ニュークリオンの期待値のフーリエ変換ですから、これはあの、オペレーターのマトリックスエレメントとそれから係数関数の積でかけると、こういうことになります。でさらに一歩進めてハドロンのコリジョンでのファクトリゼーションというのは、こう今 A と B がぶつかって、これで C という粒子を捕まって、あとはその以下それ以外は見ない anything と。そうするとこれはここに最初に A と B の分布関数、その中にパートがどういう分布をしているかっていう FAFB という分布関数と、それから AB この中のパートンスモール A スモール B がぶつかって、そのクロスセクション、それから C が出てきて、 C がハドロナイゼーションする、ここのディケイファンクション、あるいはフラグメンテーションファンクションですが、こういうもののコンボリューションで表せると。で今先ほどのあの新肥大性産卵とか、あるいは E プラス E マイナスでハドロンエニシング、あるいはドレルヤンハドロンハドロンのセミインプルス、こういうものはこういうふうにファクトリゼーションが成り立っているとして、パートンモデルで計算できる、まあ、それの基礎になっている考え方です。ちょっとこれはあんまり この場所で適当かどうか分からないですが、実際に QCD でストロカイファンクションの Q 字上の破れをまあ見てやると、 X が小さいところは Q スケアが増えるとどんどん上がっていく、それから X が大きいところは Q スケアがあるとこう減少していく。でこれ理論と実験で非常によく一致しています。でこっちはフラグメンテーションファンクションで、これは E プラス E マイナスでハドロンエニシングで、そのハドロン のファインマン変数っていうんですかね、なんかあの X という、ディメンジョンレスの変数でをフィックしたときに、E プラス E マイナスのエネルギーを書いてどう変わるかというと、 X が大きいところは S が大きくなると減少していくし、 S が X が小さいところは、X が、エネルギーが上がるとどんどん増えていくと、まあ、こういうふうな傾向があります。でちょっとここまでで、また話を私の危険時代の話に戻します。でこの危険にいたのは75年から81年ですが、実際は80年か81年はあの海外に出てました。これが昔の危険、今はもっと違う形になって、これ昔の危険の写真で、これマキさんが撮られた写真ですね。でこのセピア色の写真見てください。これここに湯川先生がここにおられて、で牧先生、佐藤文孝先生、ここに川端有里先生、これ小沼先生ですね、それで安倍さん、これ松瀬さんで、ここに福田玲次郎さん、あ福田玲次郎さん、これ僕です。でこれ川崎教授さん、これこうはこう枠に入ってますけど本田さんで、これ氷上さんがおられます、氷上さんで、ここに氷上、現在氷上夫人がおられるというような、佐藤勝さんがここにおられます。
それから五十嵐さん、中島さんかな、まあちょっとボケててあまり保存状態良くなかったんで、分かりますでしょうか。まあそういう、これは76年の四半月に撮りました。で、昔は必ずこのなんか年度末にこういう集合写真を撮るという習慣が、今はどうなってるか、今やるんですか、撮る。それでまた物理に戻りますが、時間大丈夫ですかね。なんかこういう調子でやってるとちょっとあんまり時間がなくなるんですが、ハードなプロセスは、例えばここに書きましたように、レプトンとハドロンのディープエナーだと、ここに、パートン的に解釈するとここに分布関数があって、それで記述される。E プラス E マイナスでワンフォトンを通して、ハドロン、エニシングという場合は、ここにディケイファンクション、あるいはフラグメンテーションファンクションというのが出てくる。だからここの、ハドロンとハドロンをぶつけて、やっぱり、パートンがさらにハドロンに変わると。だここに D って書いてあるのは、フラグメントじゃなくてディケイファンクションとも言いますので、D と書いてある。この時にですね、QCE の相互作用で、ここに PABZ と、これは何かというと、モメンタム1の、モメンタムフラクション1の B パートンがフラクション Z の A パートンに遷移する確率、遷移確率で、相互作用としてはこれ4通りありまして、コークがグルオンとコークに行く、それからグルオンがキューキューバーペアを作る、それからコークがやっぱりグルオンとコークですね、それからグルオンがトゥーグルオンに行く、この4つ、4通りあって、この関数をですね、スプリッティングファンクションといって、これが計算されているわけです。で、先ほど分布関数の方の、ある発展方程式は僕は書けなかったんですが、その代わり、フラグメンテーションファンクションに関してはこの発展方程式を書きました。で、ただしすぐにはできなかったんですね。77年の段階では、危険のプリビレント2つ出したんですが、ちょっとうまくいかないところがあって、それでだから雑誌には投稿しなかったんですが、その後その問題が解決して、でディケイファンクションのこういう発展方程式っていうのを書きました。これだから分布関数ちょっと違ってくるんですけれども、でこれは実はジョージ・アイポリッツァーも同じようなことをやってるんですが、彼らの式は間違ってて、オーエンスっていうのもやってるんですが、なんか僕の方が分かりやすいの自分で言うのもなんですが。この論文は最近でも結構一応サイテーションがあります。で、77年の夏はですね、シシリー島にエリチェ、これイタリア半島の長靴の先にこう石ころがある、このシシリー島のこのなんていうか西北っていうんですかね、ここの端に、エリチェっていう、土地があって、そこ、まあ、山の上なんですよ。だいたい比叡山ぐらいかな、比叡山ぐらいの山の上であって、でここにエットーレ・マヨラナ、センター・フォー・サイエンティック・カルチャーっていう、こういう磁気機が校長ですが、こういう夏の学校を開くところがありまして、これは非常に何て言うんですかね、別世界でしたね。最初にヨーロッパに、この年だから、これが本当に海外に出た最初で、石畳のもう綺麗な昔のままのそういう町がありました。これ20日間いました。で、なんかちょっとサイエンティフィックセキュリティというのをやると、なんか少しお金がもらえて、20日間いて少しお金もらって、だけどそのお金はシシリー島の中で使わないと、外へ持ち出しても使えないところで、結局使わざるを得なかったんですが、そういうことがある。でもこの年のエイチ・サマースクールは非常にデラックスで、実はシドニー・コールマンのインスタントンのレクチャーってここであって、彼はこの年にベストレクチャーになりました。で、あとトゥフーフとかリノマロンとか話したし、マイヤーにも、なんかフレーバーフィジックスの話をしましたし、なんですが、このキャビボが実は QCE のパートモデルの話したんです。それでこれはこのプロシーディングのから取ってきたんですが、僕は彼に質問しました。で、パートン分布っていうのが球状によるんだったら、フラグメンテーションファンクションもやっぱり球状によるんじゃないかと。で、こういうこと言ったら、実は自分はそれ研究してたからそう言ってるんですけどね。そしたら彼は「I don't want to
speak about fragmentation function. 、I don't think it is really worthwhile to go to the very fine detail. あんまり詳細なところに行くのは意味がないと。だからスケーリングバリエーションはとにかく小さいし、あまりその近似のリライビリティは高くない、非常に不確かであると。だから全く彼は多分そのペトロンツィオとか他の人と一緒に仕事してたんで、ほとんど QCD の話はあんまり理解してなかったと思うんです。でまあこういうことがありました。でまあそういうこともあって、それで、まあ日本に戻ってきて、で小平さんとパートンの分布関数をどう定義しようかというので、オペレータープロダクトエスパンジョンに基づくパートンの分布関数の定義というのかな。それはフォークの場合による、フォークの場でできたスピン N のオペレーター、それからグルオンの場でできたオペレーター、これでオペレーターの、ニュークリオンの期待値を取ってやると、それがちょうど分布関数のモーメントになっている。まあ、それで、ですから、この Q とか G というのは、このオペレーターの繰り込みの仕方によるわけですね。でオペレーターの繰り込みとは必ずしもユニークじゃなくて、だからこれはスキームによると、フォークとはグルオンの分布関数は実はスキームによる。特にネクストリーディングオーダーになるとそういうことが言えます。だからこれはまあアルタレイ・パリジが、発明した、まあ、超関数というかプラスディストリビューションというんですが、フォークがグルオン X と、あ、フォークが、1というフラクションを持っていて、それが X というフラクションのフォークと1マイナスグルオンに行ったときに、その遷移確率はこれで与えられて、この端っこは、X イコール1の時にシンギュラリティなんですが、それはなんかこういうレギュラライズされている。で、これはちょうどインフラレッドがキャンセルしていることに対して。で、インフラレッドっていうのは、リアルグルオンのリアルエミッションとグルオンのバーチャルエミッションの間を足してやると、これでちょうどキャンセルして。これは木下リー・ナウエンベルグ・中西の定理と言われている。ちょっと私の体験も変わりましたが、まあ、アルタリと一緒に、これは教養部の研究室にからやってきたときに一緒に撮った写真。だから彼は、まさにその Q スケアの発展方式、アルタリ・パリジ方程式というのをこう書いた。コークとかグルオンの、分布関数は Q 事情によってて、そのログ Q スケアで微分してやったやつは、さっきの遷移確率の、まあ、積分で表せると。まあ、こういうことをやったんですね。でだけど、まあ、小平君でやった話としては、分布関数と係数関数の積は一定なんだけども、ここにどう振り込み要素を振り分けるかって自由度がありますから、 F と C のコンボリューションと、そこはちょっとそのそれぞれこっちに例えばこっちを C 倍してこっちを C で割ったものというような、チルダのコンボリューションもこれ同じくストラクチャーファンクションを表すね。これはですからこういう違いがあるということをしてきました。あと、E プラス E マイナスでも皆さんよく知っているドレルレーションっていうのは、アルファ S の1次のオーダーだとこういうグルモンのコレクションで1プラス5分のアルファ S と、それから Z が飛び出すグルモン Z と、これはデイジーで79年に 3Z イベントというのが見出された。だから Z っていうのをどういうふうに定義するかっていうのをいろいろワインバーグとスターマン、ワインバーグとこういうインフラレッド、あるいはコリリニアシンギュラリティのないような量をうまく定義して、それで議論しましょうと、そういう方向に QC で発展していきました。それからもう一つは QC の工事効果として、先ほど言ったワンループのアノマラスディメンジョンで書いたそのストラクチャーファンクションのログ Q スキャンのべきの振る舞いと、それからさらに2ループに行くとここに αS の一次のオーダーが効いてくる、3ループだと αS の事情の効果が効いてくる、こういうふうに展開 QC で展開できます。で、我々ブジョロケン和則に、ブジョロケンというのはもう一つブジョロケンの、サムルールというのがあります。それは、変極構造関数のプロトンとニュートロンの差を取ってそれを積分したものですね。それが GA オーバー G ブレーションかける6分の1だと。でここに小平 ETR とありますが、これは小平松田、牟田、佐々木、それで僕5人でやった計算で、でここの前のアルファ S の一次の補正がマイナス5分のアルファ S、 これはさっきの E プラス E マイナスの時の1プラス5分のアルファ S ちょうど逆に出てくるんです。それ逆に出てくる理由も説明できるんですが、まあこういうこれはだから我々が最初に計算した QCD コレクションです。
で実際はどういうことをやったかというと、最初のスライドのトップページにあったようなグラフをこう計算したと。つまりフォークを標的とした仮想コンプトン算なんていうのを計算して、それの補正を計算する。それで、まあ先ほど言ったようにブロケンサンブルっていうのは何かアルファ S の1次のオーダーの補正があるんだけど、実はアルファ S の3乗まで計算されています。これはフェアマザレンたちがやっている。それからこのプロトと2度の差を取らないでこれ足したものですね。これフレーバーシングレットです。これは小平さんがニュークラフィジックスで、ここに出た論文でやっています。でこれはまさにここにですね、アクシャルアノマリーがあることによって、そのアクシャルベクターカレントのワンループ、あ、トゥーループのアノマリーディメンジョンが消えないということで、このこれは説明できる。で80年から81年までまた話変わるのはデイジーに行きました。まあ、79年に先ほど言いましたようにデイジーのペトラで3グルオンイベント、あ、3ジェットイベントっていうので、まあ、これはグルオンが発見、グルオンを発見した実験だと言われています。でこれデイジーの今どうなってるか知らないですが、これはデイジーのゲートですね。これゲートにつながる道です。これハンブルグにあります。でここにいた僕のコラボレーターというのはトーマス・ウォルシュって、これはミネソタ大学にから今いて、そのホームページからこの写真撮ってくる、もっと若かったんですけど、これ現在のウォルシュ。でこれはデイジーの建物、こっちが理論でこっちが実験だと思いますが、この下の方の階がデイジーのセオリーグループで、上の方の階がハンブルグ大学の理論グループ。こっちの方に食堂はどこかありましたね。確かあんまり記憶が確かに。で彼とやったのは、そのディープエラーをですね、ターゲットをニュークロンではなくてフォトンにした場合、しかも、まあ、彼はこういうことをピーター・ザーバスとまあやってたんですが、フォトンをリアルフォトンじゃなくてバーチャルフォトンにしたらどうなるかっていうのをまあ調べます。この P スクエアがこうノンゼロの。でいろいろ計算して、でこれはデイジーのコンピューターとか、それからセルンに行って、セルンの昔 CDC かな。なんかセルンのコンピューターってなんか計算するたびに料金が出てくるんですね。いくら今やった計算いくら使ったかってすごいサプレスするようなだけど、そこの計算センサーのお姉さんにいろいろ聞いて聞き倒してなんとか計算やりました。これがリーディングオーダーで、それでフェルベアムに移ってからネクストリーディングオーダーの計算 F2 と FL っていうのを計算やります。ですから、デイジーから今度フェルブラムズってこうシカゴの郊外、これフェルブラムズ、これハイライズってこの高い建物、これが、僕の、これちょっと QCD ではないんですが、スーパーセミトン破れの研究やった時のコスマスザコス、ギリシャ人ですが、彼の僕のコラボレーターですね。でこれはですね、このハイライズの前でムタさんと、一緒に撮った写真で、これは割と最近ですね、2005年か6年かな、ちょっと忘れましたが、その時です。で行ってですね、このビル・バーディン、ウィリアム・バーディンと議論しました。彼らの、彼はビューラスと一緒に仕事をして、それでこの構造関数は、フォトンはリアルフォトンだと、だからポイントライフの部分とハドロニックの部分があって、これを両方足したもので、まあ、こっちはだからベクターメソンドミナンスとかそういうので、まあ、エスティメートするんですが、このこれは実はネクストリーディングオーナーとちょっと問題点がありまして、というのはこれネガティブに、構造関数がネガティブになってしまうんです。でどうしてかっていうと、このシンギュラリティが n イコール2にあって、それは実はエネルギー運動量テンソルっていうのがアノマラスディメンジョンを持たないことによってこのシンギュラリティが出てくるんですが、ネガティブになる。でこれを避けるにはどうしたらいいかと、こっちからですね、このシンギュラリティを消すような量が出てこないとおかしいと。で、まあ、彼といろいろ議論したんです。それでこれは実はハドロンの場合は、リアルフォトンの場合はこれ本当に接度論では計算できないんですね。だけどこれバーチャルにしてやると、実はこれに相当するのが計算できて、本当にこれをちゃんとキャンセルしてくれるんです。ですからそういう意味でバーチャルフォトンというのはこういうシンギュラリティを消すという効能がありました。で東大の女子時代、これは先ほど言いましたように82年から87年、5年間お世話になりました。で僕はこの江口さんの助手ということで、で当時教授が西島先生、山口先生、宮沢先生、3人おられました。それから井木先生おられて、井木先生はその後教授に何年か後になられたんですが、ちょっといつなられたか覚えてないです。吉羽小林さんっていう結構年配の方がおられて、で矢崎さんと東島さん。
でこれはなんか鎌倉に行った時の遠足で行った時の写真で、これ江口さんはいないんですか。それでここに、まあ、こういうのに率先して出てこられるのは井木先生と宮本先生、若い連中よりどん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 早く現れるから、これついていくのは大変でしたけどね。まあ、これは平坦なところで山登りなんかだと本当に大変な思いしました。ここに石橋さんがいます。でここにこれこれが安田さん、大竹さん、でここにこれアーノビットっていうかいますね。それから竹内達さんで、小野さん、青木真也さん、ここに東島さんがこうちょっと隠れて、大野木さんがここにいます。まあ、そういうで、フェルマームの後半と、それから東大自体は全然 QCD の話をやってなくて、どういうことをやってたかというと、超対称性理論で、その超対性のノンリニアリアライゼーションというのを、これまあザコスとフェルマームでやったんですが、その後東大で小林健一郎さん、今日から来てますけど、これ今静岡産業大からいます。それからあの韓国からなんかご主人が東京外国大学の資格院で来られてて、それで自分は素粒子を研究していた李さんっていう方、女の人ですよ、この人と3人で。それから2次元とか3次元のスーパーグラビティを、中国から来られた楊さん、それから東島さんと一緒に研究してました。あと化石分系として N イコール2のサインゴルノン、これはまあ、小林健一郎さんが中心で、楊さんも加わって、まあ、こういうことをやってました。これは今日の接続の QCDではちょっと離れるので、この話はちょっと省略します。で、87年に、教養部の助教授で戻ってきました。で、2003年で理学部に移籍するまで、教養部からまあ総合人間学部に変わりましたけれども、その時の写真です。まあ、松田さんが中心でグループを作られて、松田さんというか僕がいて、ここに青山さんがいて、ここに小林達夫さんが学審で、しばらくいました。あ、だからこっちの写真よりこっちの右側の方が先ですね。これここに松田さんで、ここに児玉秀夫さんが当時僕と同じ時期に教養部の助教授で行きました。これ小林健一郎さんいます。これ僕です。次の写真出した方がいいのかどうかちょっと僕も迷ってるんですが、まあちょっと出し、パッと見、あまり長時間出さないんですけど、あの、あ違うな、これじゃない。教養部の助教授は87年4月で、93年で総合人学部配置外になって、93年総合人教授、2003年4月に医学研究科に移籍で、やってたことはあの、まあ、さっきの続きというか、 N イコール4の長期応用論を松田さんずっと、これ N イコール2の場合加藤さんとやって、加藤光弘さんとやって、その後 N イコール4の場合ちょっと僕も少し手伝ってやってました。それからサインゴールドの話は小林さん、さっき言った小林で、その今日の司会 の小林達夫さんと、なんかスペースタイムの対称性の量子変形っていうのをやってました。あんまりちゃん一応3つぐらい論文書いたんですけど。それからあとザコスって、時々アルゴンのに行ってザコスとなんか一緒に論文書いて、ウィグナー関数のジェネレーティングファンクションのこんな話をやってだけど、ある時期からもう接続的 QCD にまあ集中してやるようにしました。あ、この写真だ。あの何人か、ここに前川さん、今日来ておられますけど、前川さんおられますね、そこに。それから富田さんですね。それから青山さんがいて、ここに相田さんがいます。それで竹瀬さんがここにおられると。で、これは僕なんですが、後藤さん、これ宮本さんですね。これ林哲介さん。これ谷沢さんいます。これ松田さんがおられると、まあ、こういう写真です。これなんかあのこの先生、越野先生っていうんですが、越野先生のパーティーで撮ったし、あまり他に適当なやつがなかったんで、今日出てこられそうな人のやつをなんとか見つけてきたんですが、それで、まあ、先ほど言ったように QCD にとにかく特化しようということで、 QCD の話にまあ移って、特にあのスピン物理というのをまあ集中的にやりました。というのは、88年ですね、セルンで EMC グループというのはあの、ヨーロピアンミューオンコラボレーションですが、各種の、変極構造関数を調べると、
プロトンのスピンが、コークによってその 12% しか担われていないと。これプロトンというのはスピン2分の1ですから、なんかスピンのサム、それが構成要素にどういうふうに割り振られているかと。コークが例えば2分の1のデルタシグマ、あるいはグルオンが、グルオンも固有のスピン持っていますね。それから軌道感分能力があって、こういうのがこういうあのコンスティテュアントにどういうふうに割り当てられて、で調べてみるとこのコークのところには 12% しかない。でこれをスピンクライシスと名前を付けて大々的に、まあ、このグループは宣伝しました。でその後 QCD の補正を入れて、まあ、スラックとかデイジーの実験が出てきて、で、それで調べてもやっぱりデルタシグマが小さいと。単純なコーク模型だと1になるはずなのが1からずれる、まあ、これはある意味で当然で、こうやってることがすごいリラタビスティックな物理量を見ているので、僕らの立場としては別にこれが小さいからといってそれほど問題にはない。で一方でアルタレイとかロストがですね、実はアクシャルアノマリーでグルオン編曲がこのサムルに効いてくる。つまりこれはですね、これ一見積分したら、シングレットのコークの分布関数に、まあ、ファーストモーメントですが、それにつながるんですけれども、それは別の見方をしたらコークの分布関数とそれからグルオンですね、グルオンはまあアノマリー、アクシャルアノマリーを通じてこれが効いてくる、デルタ G が効いてくるんだと。だからこういうネガティブな量があるからこれが小さくなっていると、こいつがだからデルタ G を調べましょうという話になってきます。まあ我々の立場としてはパートの分布関数というのはむしろスキームによってて、まあ、こういうふうに解釈してもいいし、こういうふうに解釈してもいい。これは小平さんで、まあ、一緒にいくつか論文書きました、一緒に勉強しましたが、残念ながら2006年に、まあ、KEK、 あの広島大学にずっと助教授でおられて、その後 KEK に教授で昇格されて行かれたんですが、2006年に、まあ、亡くなってしまった。もう非常に残念な。で彼とやった仕事として、あとそのハイアーツイストって、これはちょっと何て言うんですかね、あんまり一般向きじゃないですが、今まで議論してたのはオペレーターがあのツイスト2の場合をずっと議論してて、ツイストっていうのはオペレーターの次元からスピンを引いた量なんですが、今まで議論したのはほとんどツイスト2の議論だったんですが、それはツイストが4とかあるいはツイストが3とか、そういうものについてどういうことが言えるかと。でしかも繰り込み、オペレーターの繰り込みがどうなるかっていうのを小平さんとか川村君、田中さん、順天堂の田中さん、それから安井さん、こういう人たちと一緒に調べました。まあ、その詳細については省略しますが、要するに、まあ、単純なパートン解釈できないようなものですね。例えばこれ、コークとコークのバーチャルコンプトンの間にこう途中にグルオンが飛んでるとか、あるいはコークが4体関係してくるとか、だから単純なパートンモデルでは扱わないような現象、まあ、そういうものをいろいろ調べました。で98年に、まあ、総合人間をいた時にですね、2ヶ月だけ京大の京都大なんか京大100周年とか なんかお金をもらって2ヶ月セルンに行きました。それで今までプロトンやってたんですが、これがフォトンになると。これ陽子からミスクって言われるかもしれない。プロトンからフォトンに。で全て接合だけでやろうと。もう一切非接合的な方はもう排除して接合だけで考えたい。でその時に変極光子構造関数を研究して、でたまたまですね、ベネチアーノが、まあ、行った時いたんですが、ベネチアーノとまあ議論しました。ベネチアーノとかフォーゲルさん、これドイツ人ですけど、ベネチアーノは我々がやったことを実はその少し前にやってたんですね。その後で気がついたんですけども、一緒にやってたのはまあ横浜工大の佐々木健さん。それでこれはどういう、まあ、光子の構造関数でエレクトロンとプロトンぶつけて、それでファイナルでエレクトロンとプロトンを、あ、ごめんなさい、エレクトロンとポジトロンをぶつけ、ポジトロンとエレクトロンをぶつけて、ファイナルでポジトロンとエレクトロンをちゃんとタグする、ダブルタギング。それでここに Q とか P がモメンタムが交換されて、それでハドロンがプロデュースされる。で その P とか Q の事情をですね、Q 事情とか P 事情とか書いて、で Q 事情が P 事情に思い切り大きくて、しかも P 事情が QC のスケールラムダ事情よりは十分大きい、そういうような領域を考えて、そうするとここで、まあ、2つの非変極の構造関数あるいは変極の構造関数全部接合論で計算すると。でそれをやりました。で
偏極電子陽電子さんなんていうのは最初に両方ともポジトロンもエレクトロンもポーライズさせておかないといけない。そしたらこの偏極がこのフォトンに乗り移ってですね、それでフォトンとフォトンもこうポーライズしてるんですが、それでこのなんか出てきた粒子のアシンメトリーですね、あ、電子陽電子の周状態の角度分布とかそのアシンメトリーを見る。そうすると構造関数が分かる。で構造関数は実際計算できます。で99年こう NLO のオーダーで G1 というのを計算する。だから一つ面白いのはこの G1 というのはファーストモーメントとやるとこれアクシャルアノマリーにつながっていると。変極光子構造関数と G1 の法則でどういうわけかリアルフォトンの時はこれゼロになるんですね。まあこれも証明できるんですが、 P 字をノンゼロにしてやるとこれがノンゼロで出てきます。でこれは佐々木健さんとやった仕事にこれ上がって、後で気がついたのはあのベネチアーノナーリソン賞ベネチアーノ、彼らは僕らより先にですね計算してて、でここまでやられたんでこれじゃとダメだからこの次のオーダーをやってやろうという。で佐々木健さん、上田さん、今日来てる馬場大さんとか、ね、こういう話をずっと研究します。でこれは実はさっきあの次のオーダーやると面白いのはチャージの4乗のコークのチャージの4乗のサム、それからチャージの2乗のサムの2乗ってこう出てくるんですね。あの R レーションの時はチャージの2乗のサムなんです。でだけどトゥブフォトンが絡んだ場合は、チャージの4乗のサムか、あるいは2乗のサムの2乗で、ここに3っていうのがかかってるんです。これはあのカラーの自由度です。でここに書きましたようにチャージの4乗に比例するダイグラムはこういうダイグラムだし、チャージの2乗のサムの2乗に比例するのはこうボックスが2つあるような、まあ、こういう解釈がちゃんとできると。それで先ほど言ったように、ベネチアーノたちの計算をさらに進めて次のオーダーを計算したいというので接続吸収の精密化で、あのスプリッティングファンクションはそれまで2ループまでやられてたんですが3ループまで、フェアマサレンたちが計算した。これはですねグラフの数でいうとLO が18個、NLO が350個、NLO が9600なのか。だから彼らはあのフォームっていう数式処理のプログラムを使ってこの3ループになりまして、まあ、膨大な計算ですが、この式だけで3ページか4ページ、ニュークリアフィジックスのあれを占めてるんですよ。で、彼らは非常にあの親切なことに、それを彼らのホームページに、つまり何て言うんですかね、すぐにこうダウンロードできるような形で置いてくれてるんで、それをダウンロードしてプログラムに入れてで計算したと、まあ、そういう計算です。そうすると LO だとこの橙色のところなんですが、 NLO はこうブルーですね。で次のオーダーは赤で書いた、こういう効果が付け加わると。だからこれはだからベネチアドンたちのその先を行ったという。それからついでにポーライズじゃなくて、非変極の場合のハイヤーオーダーというのをネクストリーディングオーダーの計算をやります。まあ、これも本当膨大な計算で、多分この上田君という今カールスルーエにいるんですけど、彼がいなかったらこの計算ほとんど難しい。もうあのコンピューターをフルに活用してやらないと。それで2003年に物理第二教室、これも写真をなんか探したんですが、あんまり適当なのがなくて。遠足に行った時の写真を撮ってきました。ここに河合さんいますね。畑さんがいます。で小林達夫さんがいます。で平田君がここになんかちょっと見えないような感じで、それでこれ高柳さんがいますね。弓崎氏、これ僕がいて、これ吉岡さんがいる。それでまあ後で僕の研究者北殿君って今台湾にいるんですけど、彼とか佐原君とか、これ菊池君がいますね。あ、坂谷君がここにいるか。まあ最近の人は割とこういる。で、あと奈良女子大の女の人が何か。適当な写真がなかったので、あの写真が出てこなかった方はあの許してください。申し訳ないです。で、まあ、QCD はじゃあどういう効用があったかということになりますけれども、結局 LHC でヒグズを見つけるのも、その強い相互作用の正確な評価がいると、それから、そのコークグルオンの分布関数の精密化が必要だと、まあ、そういう意味で QCD の重要性というのはある意味で復活的だ。何もあの原子核理論だけで使うんじゃなくて素粒子の先端でも QCD はいるんだと。
いや別にあの原子核理論でもちろん使ってもらうのはもちろんいいんですがこれをやると QCD やると あの人は核物理っていうかハドロンフィジクスで素粒子からもはや離れたっていうふうに言われるのそれは非常に尺なんですけどもそれからリニアコライダーでも、まあ、精度の高い、標準模型あるいは、調査室の検証探索こういうのにまあ必要であると。でこういうふうに接度計算というのは最近の研究の進展で非常に高い精度で計算が可能になっています。そういう複写補正を、いろいろ議論する会議っていうのがラドコールというのがあってこれはインターナショナルシンポジウム・ラディエイティブ・コレクション・アプリケーション・クワントム・フィールド・スルー・トゥ・フェノメノロジー。ラディエイティブ・コレクションってラドコールっていって2年ごとに行われてて2005年は日本で開催されました。特に KEK が中心でここに小平さん KEK に移ってからですね小平さんでここに数値解析のグループで石川さん、栗原さん、藤本さんといてでここに僕がいます。それから松田さんがどこにおられたと。あれ松田さんここにいますね。それから木下藤一郎さんここに。あとここにあのデイジー・ツォイテンのブルームラインとかフォークとさっきのスリーループの計算した人とか結構あこれ吉田君がいますね。今は KEK にいる。結構いろんな人が。で大体これ毎回出るようにしてて今年は去年の秋はインドでありまして僕はちょっと病み上がりだったんですがインドに行くのは無謀だと言われたんですが行きましたでインドで、まあ、安全なところ で2011年ですねその前がスイスでやってその前はフィレンツェでしたあの結構いい場所でやってくれるので次回はイギリスであるイギリスのダーラムでやるでまあ、あの言いたいことは結局あのヒグズを探すのにですねこの最初にハドロンハドロンのコライダーを考える限りは分布関数が重要なんでこの前の教室発表会で、隅田さんかな何か言ってましたけどここヒグズをマス125にするとでハドロンハドロンが 3.5 だったらこのグルオンの分布関数の 0.02 のところが効く X が 0.02 のところが効くと確かそう言ってましたよね。で、まあ、こういうあのグラフを実際に正確に計算するのには、分布関数が重要だと、まあ、いろんなヒグズのプロダクションは何もグルオンフュージョンだけじゃなくていろんなプロセスがありますが、まあ、ベクターメソンフュージョンとかウィークボゾンブレムシトラム、まあ、いろいろありますでだけどちょっと注意してほしいのはここにですねいろんなグループが、パートン自身を解析してまして MSTW これがかつて MRST といった、マーティンなんとかで始まるダーラムの連中ですね CTEC っていうのはまあどっちかというとアメリカが中心かなそれからニューラルネットはこれもよく分からないですがイタリアのグループがいて ABKM とかドイツです GRV というのもドイツですあそれから AAC というのはこれは KEK の熊野さんたちがやっているこれでいろいろやってみるとですねこのこれちょっと見にくいんですがグルオンっていうのは解析によっていろいろ変わってきてこれがグルオンの分布がグループによって X は小さいところから随分変化します。ですからそういう意味で PDF を正確にやるっていうのは非常に重要である。最後に、最近ですねまあ、手を変え品を変えこうフォトンの計算をやってましてそれで、中にヘビーコークとかあるいはなんか超大小性粒子が効いたときに構造関数どう変わるかと。コラボレーターは北園君とかそれから佐原君ですけれどもあとは上田隆弘君ですねでこれ見てくださいこれはですねまあ確かにまだエラーは大きくてしかもデータ古いんですけども、マスの効果を入れた方が実験にまあ近づくとそれともう一つ重要なことはこれ一切インプットないんですインプットは唯一 QCD スケールパラメーターだけで構造関数のノーマリゼーションまでちゃんと理論で計算できてしまうというのは他にないと思うんですけど R レーション以外ノーマリゼーションまで合うというのはないですよね構造関数は必ずどっかで Q0 でインプットしてやってるでちょっと悪乗りして数字の粒子があったらどうなるかっていうのを、まあ、スコークとかグルインのがあったらこうどう変化するのかっていうのをまあちょっと調べました、まあ、そういうことをやりましたもう時間ですので、終わりにですね、
なんかメッセージというか、まあ、今までちょっとお話したことをちょっとまとめると、まあ、非常に主観的な QCD の接続論的手法の展開というのをお話ししました。で、まあ、接続論的 QCD というのは当初はリーディングオーダー、それからネクストリーディングオーダー、それから今はネクストリーディングオーダーと、まあ、どんどん精密化している。で、まあ、高エネルギーの素粒子反応にとって非常に重要な理論的枠組みである。それから標準模型の確率とそれを超えたフィジックスの探索には、まあ、強い相互作用の効果の精密な評価が必要である、まあ、そういう意味で重要性が復活していると。それから、まあ、超対称性粒子があるかどうかは知りませんが、そういうものがあったときに、こういう接続論的手法がどう有効であるかということを、まあ、考えます。それからここでは一切議論しなかったですが、まあ、もちろん非接続論の話はラジキュー CD は大いにすごく発展しております、まあ、ちょっとそれが今日はここでは話せない。それから超弦理論とか、あるいは ADS-CFT から例えば先ほどの構造関数といったものはどういうことが言えるかというのもいろいろ調べられて、まあ、そういうアイデアを、まあ、創出していくというのは重要であろう。まあ、さらなる努力が必要である。しかしこれなんかゲーテの言葉を取ってきました。目標に近づくほど困難は増大です。だから例えばストリングもそうだと思うんですけども、もう目標にかなり近づいてるんだけども、その最後の一歩を超えるのは非常に難しい。これ実はこれは僕が修士論文にの冒頭に書いたやつです。だからあそこの物理教室の501に行けばこれがちゃんと書いてありますので見てください。最後に若い世代の皆さん、まあ我々団塊の世代の走りでして、我々がいることによって我々の後輩、まあ特に 3,4 年後ろの人は非常に迷惑を被ったと言われています。つまり我々がポストを占めてその後全然なかなか就職できなかったというような事情があります。でもこれからどんどん辞めますから大いに希望を持って若い人も玉突きでどんどん生きると思いますので、で有名なダグラス・マッカーサーの言葉だ、オールドソルジャーネバーダイ They just fade away。これは彼らが司令官を解任された時に議会で言ったんですね。まあ私もこうだと言いたいんですが、ではなくてまだ時々キャンバスに現れると思いますのでぜひよろしく影費の仕事をなんか、理学部の中央がやってくれるというのでそれで時々出てきますので、宇宙物理教室の1階の左手に元教員室というちょっと変わった名前の部屋ができて、そこに、ご清聴ありがとうございました。